のストレスとイライラからもう解放されて、ちょっと出てます。お水の層が分かります。フルーティーで、葉っぱくん自信あります。どうも葉っぱくんです。いやー、日々のストレスとイライラからもう解放されたいですよね。そんな時にいいものがあるんですよ。このトドマツからオイルを取り出して、それをただ匂うだけでいいんですよ。なので今日のタイトルは、トドマツのオイルを取って匂うです。このトドマツオイルの効能なんですけども、ストレスやイライラから解放されるだけやなく、緊張している時にこのトドマツのオイルを匂うと落ち着いたり、殺菌効果が強いので風邪の予防だったり消臭効果があるんですよ。そんな優れものなんです。もう分かっていただいた通り、このトドマツのオイルを匂うともうストレスのない世界に行けるんです。そう、天国でございます。それではですね、このトドマツからどうやってオイルを取り出すかなんですけども、仕組みから言いますと、トドマツをいっぱい用意しましてですね、高温の蒸気をバーッと当てるんですよね。するとですね、この蒸気がですね、このトドマツのオイル成分をですね、バーッと蒸気が絡め取っていくんです。その蒸気がですね、管を通ってどん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 冷やされるんですよ。冷やされることによってその蒸気が水に変わるんですよね。その水をたくさん集めると、本当にもう数パーセントオイルができるんです。オイルが薄い層ができるんですけども、その下の部分ね、トドマツのエッセンシャルウォーターというものでですね、とても似たような効果がありましてですね、しかも刺激が弱いんですよね。なので肌の弱い人とか、ちょっとそういうのに敏感な人は、そのエッセンシャルウォーターの方が逆に良かったりする場合があるんですよね。それではですね、今日は水蒸気蒸留ということをするんですけども、本当はね、蒸留器というものをですね、買わないといけない。それ5万ぐらいする。5万ぐらいするんです。そんなの買えませんので、私自作いたしました。それをちょっと紹介したいと思います。まずこの鍋にですね、これを入れるんですけど、これ何かというと、まあここが鍋底だとしたらですね、ここまで水入れるんですよ。ここまで水入れてですね、ここパッと開いて、ここにですね、トドマツの葉っぱを乗せる。なのでここが水で、ここがトドマツがいっぱい乗るという形の鍋になりますね。鍋蓋でございます。これね、ロウとこういうシリコン剤で塗り固めます。鍋から蒸気が出たところ、この穴を蒸気が通って、ここからどうするのかというと、このシリコンのホース、この蒸気がこのホースを通ってこのバケツにたどり着くわけです。ホースの先には何があるかというと、銅の管がですね、螺旋状に下がっていってます。この中にですね、冷たい水を張るとですね、熱々の湯気が冷やされるんですよね、この銅の中で。でこっからあの蒸気が水になるわけなんですけども、このバケツにですね、普通に水を張ってるだけだとすぐにお湯になっちゃう。それを防ぐためにどうするかというと、ここにホースとかをつなぐジョイントですよね、ここからホースを差しましてですね、もう片方のですね、水道につなぎます。この底から冷たい水が常に出るんですよね、溢れますんで、ここからですね、どんどんどん水が流れ落ちていくということになります。理論的にはオイルが取れるということでございます。早速取り出していきたいと思います。それではですね、鍋に水を 1.5 リッターほど入れたいと思います。これからですね、このトドマツの葉っぱを、まあ大体でいいです、2センチ幅ぐらいに枝ごと切っていきまして、この中にギュッギュッに詰めていきたいと思います。部屋中がトドマツの匂い、もう半分天国に行ってる感じ。入れまして、あとは蓋を上手にします。蓋をしたらこういうね、クリップ止めていきます。はい、それでは次はこれを、おお、火にかけていきたいと思います。それでは場所の方移動したいと思います。はい、まずね、水の方溜めていきたいと思います。コンロの火をつけたいと思います。強火でガン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 蒸気出していきたいと思います。強火です。鍋の蓋に水蒸気がポツポツついてきましたよ。ちょっと出てますよ。ポツポツと何
これすごいいい匂いだ。銅管がめちゃくちゃ熱そうです。オイルの層が分かりますね。出てくる量が少なくなってきましたので上流の方ストップしたいと思います。それでは場所を移動したいと思います。はい、上流が終わりました。このほとんどがエッセンシャルウォーターといいまして、これもですねすごい有効な成分がありますんで捨てないで。なんか浮いてるの分かりませんか。これがトドマツのオイルです。こんだけしか取れんの。じゃあちょっとね効果を確かめていきたいと思います。まずはこの下のエッセンシャルウォーター匂い嗅いでみたいと思います。右手にねちょっとかけてみたい。うおなんかね、ほんとフルーティーで優しい森の中にいる感じというか、1分も経たないぐらいで匂いがね、だいぶなくなってきてます。次は天国の切符トドマツのオイルを試してみたいと思います。上の方の左手に全然違う。ギャーっていうトドマツだーって感じです。濃い匂い、トドマツのいい部分がギャーと濃縮されてる。ほんとこれずっと嗅いときたい。ストレスなくなるなっていうのがすぐ分かります。これ匂ったらまだ匂うもん。こっちもう葉っぱくんの匂いしかしない。こっちこっちトドマツの匂いずっとしてる。はい、今日の感想はトドマツのオイルは本当に癒し効果がある。本当です。心からね安らぐ匂い、本当最高でした。本当に癒されてます。葉っぱくん自信あります。今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなーっていう方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではバイバーイ。